初ムービーから入る。はい、ムービーが、はい、あ、基本操作がここに説明されてるわけですね、はい、わ、優しいな、このゲーム。頑張ってね。いやこれは負けられないよ。だって歴史大好きだもん。しかも戦国無双も今まで結構やってきてるからね。あー、嘘ー。早速必殺技。この迫力やばい。いえ、ミッションクリア。まず第一段階から早い早い早い。でしょでしょ。上杉謙信を撃破せよって。天下統一。上杉謙信を撃破すんのか。上杉謙信結構好きなんだけど。すごいね。そう、なんか敵と、まあ、自分のその遠近法とかすっごいうまく描かれてる。敵が向かってくるのは本当にこっちに向かってくるみたいね。え、で一回一回敵を切りつけるときに火花が散るんだけど、その火花がこっちにも向かってくる感じで、フォントも迫力あるよね。グラフィックがすごく綺麗だから。ほんと綺麗だよね。そう、3回で持てるって。あ、そうそうそう、切り替えって。切り替えは下の画面で。あ、じゃあこのボタンを押せば、ね、はい、あ、違うキャラクターに、はい、え、違う戦場にいる。おお、おー、しかもちょっとやられるやられる。じゃあ早速ここで必殺技をいきます。レッツ。おいや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 、キレキレ。あ、すごい。あ、なんか超必殺技みたいな。一人一人シチュエーションも違うんだ。やっぱかっこいい。てか刀、刀がかっこいい。黒色になんか金色の模様が、それに見とれてしまう。早く、あ、すごい。いやー、こんな大勢を一気に切りつけられるっていうのが快感。やっぱりスライドパッドの方が使いやすい。あー、無意識に使ったってことは多分使いやすい。うんうん、そうだよね。あ、もちろん、あ、こっち、あ、こっちか。あ、スライドパッドじゃないとできないんだね、これは。やっぱスライドパッドって滑らかに動けるから。そう、滑らかだから、いいよね。うんうん、あれ今、武将。あ、今なんかミッションが見た、出た。クリア。あー。時間切れ。あ、時間切れで。終わっちゃった。いや、面白かった。ね、ちょっと戦国無双、すごく綺麗だった。戦場に立ってるようでした。ほんと面白いこれ。いや、これも購入だね。これ購入しないと。そう、次来い。そうだね、次。そう、戦国無双面白かったね。まだやりたい、まだやりたい。次行こう、次行こう。